さあ一方名古屋張本から中東キックアウトしてスリーポイントはどうか、決まりました。最初のスリーポイント笹山バウンド取りました。アートブロックショット出た。早速アームストロングの剛腕出ました。そしてファウルをもらってバスケットカウント、中東です。アタックしたことでディフェンスが遅れてバスケットカウントを生んだかなと思います。笹山、笹山ここから決まる。やはり島根のこの2人の外国籍選手をどうまず止めるかというのが大事になってきそうですが、張本のスリーポイントきました。島根の方かなりアグレッシブに、ディフェンス動いてきてますね。阿部潤がファイトオーバー、そしてレーンが来た。ワンハンド坂田が、そしてここは阿部潤がつく。安藤はフェーダーウェイ気味決める。この今のフェーダーウェイのシュート、はい、あここダブルチームで行って奪った。そしてカーターのダンク、攻められてますので、はい、1本目でどうにか取りたいところですね。ここは笹山決めた。先ほどあの引田川と中東の関係性について中東が先輩とお伝えしましたが、中東が後輩ですね。失礼いたしました。逆に島根はここでポイントを重ねたい。相馬木下からレーン決めた。木下選手のゴール、あのアタックですね。でズレができたことによってレーン選手が空いてくる、遠目からのスリー。やはりボールの失い方が良くないといけないですよね。はい、そうですね。しっかりと島根の方としてシュートで終わる。はい、チームとしてどのように名古屋の方を守るかですね。はい、バウンドパス通ってダンクになった。クエリ、そしてレーン、キックアウトして笹山ドライブ、もう一度キックアウト、三田決まった。名古屋理想的な形でスリーポイント決まりました。そして相馬、カーターのスリー決まる。これでカーター31点、ともに2連敗という両チームの一戦、ホームの名古屋が島根を破りました。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ